CS の三浦采配一覧わらわら。DeNA が巨人に3連勝し、対戦成績を3勝1敗とし、7年ぶりの日本シリーズ進出に王手をかけた。なんだこのチーム。5連勝で草、何やこのチーム。なんやこいつら本当に日シリーズ気なんか。なぜ勝てるのか、誰にもわからん模様。CS のエラーは草。まだだ、まだ笑うな。通過系統抑えすぎでしょ。安扱いまたぎさせたろ、この采配なんだよ。クライマックス三浦、吉野満塁策、4回から佐々木、中川颯手買いまたぎ、山安買いまたぎ。三浦、2例、8回堀岡や。三浦、21、買いまたぎ安明や。ギャンブラーすぎるだろ。しかもズバズバよ。堀岡決めたのビビったけど安明またぎはもはや怖い。初戦の8回堀岡で巨人にダメージ与えたの大きいよな。堀岡戦力外中川総戦力外佐々木現役ドラフト森原トレード、なんというブルペンだ。リリーフどうなってん。なんか表たんと違う、5-7くらいの試合3回くらいして敗退すると思ってたわ。今まで応援してたチームと別人で草。本物の横浜 DeNA ベイスターズはハマスタの地下に監禁されてるらしい。もし日シリ行けたらこれ更新されるんか。そういうことや。日本一取れるんじゃないかと期待させてまた日シリで悲惨な負け方するんだろうな。誰もソフトバンクに勝てると思ってなさそう。でも1勝はしたいかな。番長が一番覚醒しとる。